共通のまあ、知識ベースが必要だなってことで教科書を作りたかったんですよ。はい、おはようございます。笹村国と院長松井好きです、えー、本日からですね。こう、これですね。メソッド本の解説をですね。していこうかなと思います。 で、なんでかっていうとですねまあこれこの本を作ったのはまあ自助会ですね患者会とか家族会の人に向けて、まあ、共通の、まあ、知識ベースが必要だなってことで教科書を作りたたかったんですよ。で、えー、それでこの本を作るってことになりまあ自分の中で作ろうと思っていてで作る,か作る中でまあ、えー、一人で作るんではなくて編集の人を入れたりとかして作りたいなと。 で無料で作るんではなくてまあ有料で作れた方が、まあ、いいク,クオリティの高いものもできるしいいんじゃないかなと思ってまあ急いで作ったんですよね池口さんと作ったんですよで薄いんですよ薄いから何度も繰り返し読めるようにしてますはいわざと薄いんですよ手抜いたわけじゃないですよはいでですねまあこれ去年の11月2023年11月からスタートしてでちょこちょこ書いて ちちょこちょここですねもうガッと一気に書いたんですよ23週間とか1か月ぐらいでバーッと書き,書き終えたんだと思うんですけど、えー、まあそんな本なんですけど教科書っぽいがゆえにですね分かりにくいんですよで、えー、分かりにくいから今度はですねこの本になってくる出てくるですねこう太字の部分太字の部分をここに作品して その倫理の教科書みたいに、こうですね、僕はこう用語集も作ろうと思っているんです。だから同時に2冊同時に発刊したいなと思ったんですけど、そこの元気がなくて、まあ今に至るということですけど、まあこっちだけ先行販売させていただいたということです。で、まあ、用語集が今ないので、まあ、あの、この動画を通じてですね、あの、まあ解説していけばいいかなと。 で、また動画をまとめてですね、用語集みたいなものを作れたなというふうに思っているという感じですね。はい。じゃあ、そういうことで、早速行きましょう。でですね、このね、最初のね、ところが、こう、銃の技法って書いてるんですよ。精神科医が発見した銃の技法、カッコマスダ式メソッドって書いてますけど、あの、最初ね、この、心の治療メソッドって書いてますけど、タイトルとは全然違う 違ってメンタルヘルス大全第,第1章だったんですけど最初,最初の名前はあのなんか雑誌の取材の時があってなんか銃の技法みたいなことを聞かれた時があってで答えた時にこれいいなと思ったのでまあメソッドの内容をですね銃にまとめましただから、えー、あそういうのを銃に,まと銃にまとめてみようと思ってこの本の中身を要約したら10個ですね10箇条っていうのを作ったんです うん、なんんかちゃんと言ってないですねだから、えー、ともう一回言いますよ <laughs> この本って最初は「心の治療メソッド」っていうんではなくて、えーえー「メンタルヘルス大全」なんか精神科の本ですね「メンタルヘルス大全第一章総論」だったんですけどっていうタイトルだったんですけども、えー、それが分かりにくいになった時にある雑誌の取材からその受けた時にもらった 話を逆輸入的にこっちに応用させてもらったって感じですね。で、その時の取材で答えた内容をなんですけど。えー、その取材がですね。あの、大事な十のことを教えてください。みたいなことだったんですよ。で、このあその取材を受けた時に10って何だろうなと思った時に、この本を要約して10個大事なところをエッセンス抜き出したらいいなと思ったので。えー っていう話です、ねうん、なんかはいっていうのがここに書いてます最初十ね。ね1、えー、じゃあ10の技法でカッコマスダ式メソッドっていうのはこのマスダ式メソッドはあの雑誌の人がとかがなんか言ってくれててあこれいいなと思ってもらったって感じですねはい <laughs>、えー、で一番、えー、精神科医が発見した10の技法カッコマスダ式メソッドカッコ閉じ 心は脳、NO、であることをし行動を最適化する不調を感じたらしっかり休むこれが1個目ですねまあ心は脳、NO、だよと2番目頭の中を整理する、えー、ビジネスと心の問題部屋の片付けと心の整理は同じなんだとでカッコ CBT からコーチングと書いてますねトロッコ問題ループ構造ジレンマ、うん、これ難しいね 頭の中の中整理をするんだとだから心の問題だからといって、えー、ビジネスの問題とかと違わないよと同じような問題のアプローチ解き方のアプローチでいいんだよということですね。で部屋の片付けとここの整理はすごく似ているから分類して整理していこうよっていうことですね。 CBT からコーチングって書いてますけどその CBT 認知行動療法ですね認知行動療法っていうのはこう問題を整理して、えー、何かを整理して解決をしていくっていうアプローチ精神療法のアプローチなんですけどもあとコーチングも同じですよねビジネスの中で使われるそのトークの中で問題整理していく、えー、部下とのコミュニケーションをとるとかね、えー、をコーチングとか言ったりしますけどまあそれと一緒だよねみたいなところでここにキーワードとして入れてます。 でトロッコ問題ループ構造をジレンマって書いてますけど整理した結果ですねトロッコ問題のようなことになることがあるつまりトロッコ問題とは何かっていうとですね、えー、片方には5人の若者片方あ片方には5人の老人片方には1人の若者がいるですねそういうでブレーキのついてないトロッコに乗ってる時にあなたはどちらかを引かなければなりませんどっちを引きますかっていうのが トロッコ問題と呼ばれるもので哲学の思考実験としてよく使われるんですけども人生の中にはですねあの僕らが悩みがあった時に問題が日常の問題の中でトロッコ問題に遭遇すするることってあるんですよねだから離婚するかしないか離婚したら自分は自由になれるけど子供の養育費が心配だなとかでも離婚しなかったら喧嘩してる様子を見せ,見せてしまって子供の精神衛生上もう良くないかもしれないとかねどっちがいいんだろうっていうのは答えが出ないわけですよね。 えー、とはいっても喧嘩かってね週に1回もないわけで月に1回か2回だけどそれでどうなんだろうとかねあるんで、あのー、そういうことですねトロッコ問題っていうのはだからそういう時には、まあ、メリットデメリット吟味してどっちかを選ばざるをえないんですよねそういう時ってあるよねとあとループ構造ですね、えー、つまり悪循環みたいな感じえー、引きこもる引きこもるから落ちる。 引きこもるからストレスが溜まってうつっぽくなる。うつっぽくなるから仕事に行けない。仕事を手に入れられない。仕事が手に入らないから、えー、新しい仕事が見つからないから引きこもる。この悪循環みたいなね。例えばこういう負のループ行動ってあるわけですよ。で、長く仕事がないから新しく仕事を見つけられないから引きこもりになる。引きこもるから落ち込む。落ち込んでるから仕事を見つからないとかね。こういうループ行動になったりしますよと。あと、そしてジレンマですよね。 あ,あのー、今働け今働いた方がいいかもしれないけど今度は給料が安いよと。うんえー、勉強したらとかその何かしたら給料上がる可能仕事今の仕事を選ばずに今目の前にある仕事を断って仕事を探せば、えー、もう今より給料アップするかもしれないけど全く手に入んないかもしれないしとかまあなんかそういうこととかね葛藤とかジレンマってありますから。 でそっちって絶対的な答えってないんですよね。だから絶対的な答えはないんだけれども、あのそのどっちかを選ばざるを得ないときって人生ありますよねということが、えー、書いてますね。だから頭の中を整理して、整理した結果、最終的に残ったものはどんな問題なのか。で、勇気を出して決めるしかないよということですね。で、3番目、AI を活用していこうと。 で、プロンプト技術を高める。だから AI を活用しながらもっとうまくプロンプト使いなさいって書いてますね。古いね、これ。プロンプト技術っていらないね。うん。なんか今はもうそういうのじゃないね。当時はそう。で、イノベーションの活用を心がける。つまり、YouTube やコメント欄、オンラインコミュニティもって書いてますね。はい。だから、あのー、 新し今までの科学技術によよっってて解決すすべき問題ってあるんですよだから、えー、新しいものを使うことでしか解決できないものっていうのもたくさんあって人類未解決問題っていうのはたくさんあるわけですよねその中に、まあ、あの精神疾患も含まれるんですけどもだから既存のものの組み合わせでは解決できない問題っていうのはたくさんあって、えー、そういう場合は積極的に新しいものを取り 入れていかないと今ある問題で解決できないこともありますからだからまあ ai とかも使った方がいいよねということですねで四番目自他の境界線を引く、えー、自分と他人は違うんだよということをちゃんと境界線を引こうということですねで他の人の自分だけじゃなくて他人の精神疾患や発達障害なども理解が必要だということですねうん。 でこれはまあ家族問題とか考えていくときに自分のだけじゃなくて家族,家族の問題だから自分が発達だから問題かと思ったけど家族も同じだから親子問題が多いとかねあるので、まあ、そういう意味でしょう、えー、あと妬みですね妬みの問題自己妬みがあると僕らには妬むって気持ちがあるわけですよね、えー、妬むから自己肯定感が低下すると。 だから、その妬みはないと思うかもしれないけど、あるんですよ。僕らは、そう、本能的にあるみたいですね。食欲とかと一緒で、腹が減らないようで減るわけだし、それと一緒で、妬みってありますね。で、お金とか SNS は、その妬みを増強したりとかしてしまうので、そこに騙されすぎない。洗脳されないっていうのも大事かなと思います。うん。え、6番目、無意識を理解すると。僕らは自分をコントロールすることはできないと。 精神分析とかアドラー心理学とか書いてますね。まああのもうちょっと文化系のことも書いた方がいいんでしょうね。だから常識によって情動は作られるというか文化によって情動とかは作られていくってことなのでそこら辺も含めて書いた方がいいんでしょうね。7番、えー、とマインドフルネスを日常の中で行う。呼吸を整える。 えー、頭の整理をしつつ美徳を追求する生まれてきて良かったと思える瞬間を大切にする精神療法の目的は人格の成長つまり解決能力の向上と受容できるものを増やしていくことって書いてますねうん今の方がすっきりしてますねだからこれを書いた時より半年ぐらい経って成長してますねもうちょっとその 今はね生まれてきてよかったとか仕方がないっていうそういうものをもうちょっと理論の中心に据えてますけど当時はこのこれぐらいだったって感じですねうんまあここは分かるでしょうと。えー、で8番自分の弱さを認めアルガモモの自分や他者を愛すると森田両方から仏教と書いてますね、うん、これもいいでしょう。で9番メンターを見つけて相談する心の中でも会話する メンターにメンターがいたことを知ること未知なる領域もポジティブにって書いてある、うん。なるほどね。だからこう自分の中自分だけでとらわれるんじゃなくて自分の中の師匠とかその師匠の師匠とかを考えていく中で自分のピチッポケさとか社会との一体感を知るっていうことなんですね。うん、これもまあ分かります。<laughs> 大事だよね。 人間の認知は知識や経験に基づくため学習することで変化可能疲れにくい考え方に近づけていくと書いてますね。うん、だから人は変わらないと思っているけど勉強が大事だよということですね。まあこの10の技法確かに今,今だとこの10っていうのがまた違うとは思いますけど、まあ、当時の僕はこんな風に書いてたんだなと思いますね、うん、なるほどね。 でこうやってて書いてます、ねこううん、でこのまあ一個一個にその用語集用語の説明をしていくと思うんですけどうん「生理とは何か」とかね「自他の境界線とは何か」とかうん。 どこを用語集にするかってことですね。心は脳、NO、である。まあ、認知行動療法、コーチング、トロッコ問題、ループ構造、うん、自他の境界線を引く、発達障害、妬みとは、自己肯定感。 お金、SNS、無意識、精神分析、アドラー、マインドフルネス、美徳、生まれてきてよかった、精神療法、アルガモモの自分、森田療法、仏教、メンター、 人間の日常を学習すること疲れにくい考え方。まあここら辺が用語集としてカウントしてもいいかなと思います。はい、ということで最初の10個ですね増田が増田式メソッド10の技法ということで1ページ目を解説しました。はい、なんか <laughs> まあ,あの緩やかにやっていくのでまた見てください。はい、じゃまた